はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。共同通信、河野太郎、週内にも総裁選出馬記者会見。河野太郎、私も知らない私のことを適当に流して当たったらほらねっていうのやめてほしい。でもやるんでしょ、記者会見。当たったらほらねっていうのやめてほしいって、当たるんでしょ、やるんでしょ。なんか取り上げられて嬉しかったようで、ついね見て見て俺をと反応してしまったみたいでありますね。世論です。次の質問どうぞ。出るくせにいちいち何言ってんだよ。ほらね、予防線張るだろ。デマってコロナとかマイナンバーのことか。そんなこと言われても我々の所管外です。こいつほどペテン師は他にはいない。太郎総理だけは絶対に嫌。お前は所管外のこと発言すんだよ。おっさんのメンヘラは有害。メンヘラは有害なんじゃないの。ちょっと情緒不安定な人はいちいち文句言うから小物感がすごい。総理になったら所管外ですと切れながら言いそう。売国度河野は徹底して排除されるのが正しいと。いやー、河野太郎の擁護するコメント皆無で驚きました。2ちゃんなんすけど、大体ね、相反する意見が出るもんなんすけど、河野太郎を叩くコメントばっかりでびっくりした。これが高市さんや杉田さんのスレッドだったらすぐさまね、パヨやバンクスやホロンブやゴモが駆けつけ、ギャー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 騒いでめちゃくちゃにするしね。山本太郎のスレッドだったら、山本がどんな奇怪で尻滅裂な言動してもですね、パヨ連隊、パヨ連隊っていうのはバンクス、ホロンブ、ゴモ、パヨ、パヨ連隊が奇怪で尻滅裂な擁護を全力で展開するもんなんですけれども、河野太郎のスレッドだけは全面叩きばっかりで平和そのもの。平和そのもの。本当に右からも左からも嫌われてるんだなぁと、しみじみ思いました。マイナ保険証でなりすまし受診ができなくなりそうなパヨ連隊から嫌われ、麻布食品と日本端子と、親父の談話とコオロギと再エネタスクフォース、中京企業ロゴ資料問題とワクチン運びに対する無責任発言で右から嫌われ、次の方どうぞ。所管外です。で、質問や答弁から逃げ回って一般人から嫌われ、それでも足りずにですね、河野一族中京の犬が大して閲覧数もない個人のブログに書き込んだ私をね、名誉毀損で訴えて、何が楽しくて生きてんだろうこの人な。河野一族中京の犬って今もこう言ってっから、この動画に対しても、訴えてくかもしんないですね。訴えろって言うのは、私なんかもう無敵なんだから。麻生さんが出馬を了承したと報道にありましたけれども、麻生さんが応援を懇願する茂木幹事長にですね、麻生派50人は派閥から出る河野太郎を応援するのが筋と答えて、茂木跳ねつけたって報道ありましたけれども、麻生派っていうのは、麻生さんを総理にしたい集まりであって、河野太郎を総理にしたい集まりじゃないんだよね。麻生さんの号令がかかってもよ、当然バカなくせにそのくせ、傲慢な太郎を嫌ってる人もいるわけで、麻生さんを慕って麻生派に入ってるんだから、むしろそっちの方が多いわけで、そううまくいくかなーと。無記名投票なんでしょう、どうせね。太陽光パネルの周辺機器を作ってる日本端子を儲けさせたくて、何が何でも再エネゴリ押しの河野太郎、推薦人20人を確保済みでですね、総理選に出馬確定の小林鷹之内閣府特命大臣、主に経済安保担当。日本は先進国と言いますけど、電力の安定供給、安価な供給できない国は、私は先進国ではないと思っています。原子力は安全をしっかり担保した上で、再稼働をどんどん進めていかなければならない。太陽光は不安定、再エネ賦課金が高い、地域との圧力があると。これ、河野太郎の天敵ですね。小林鷹之さんね。世論です。この人が公明党を無視できたら本物。この方一度は再エネ議連に身を置いたんですが、疑問を感じて抜けてますね。早々にコロナを5類に戻せと言っててすごくまとも。これはテレビが存在を無視するパターン。自民党は嫌だがこの人は押せます。
元財務官僚で増税に熱心じゃないか心配、絶対に進次郎より頭がいいと、進次郎よりアレな議員を探すのは困難っていうか、ほぼ不可能じゃないのかな、絶対とは言いませんけれども、なんかキャバクラでワンワン言って、議員辞めたやつも言いましたから、2021年の総裁選挙の時はですね、二階派でありながら、高市さんの推薦人に名乗り出た人の模様であります。高市さんの推薦人になったので、前は、49歳と若いし、高市さん応援するぐらいから分かってる人と思いたい。この人が自立しようとするとですね、高市さんから推薦人と議員票を奪っちゃうんじゃないかと心配してるんですけれども、状況を見て選挙の途中でもですね、抜けて高市さん応援に回りますと、で票を高市さんに集約してもらいたいというのは私の勝手な願望であります。勝手すぎる。まだ若いんだしね、高市政権で官房長官かなんかやらせてもらって顔を売ってですね、次目指せばいいじゃんと勝手なこと言ってます私。まあそれがいいんじゃないかっていう思いはあるんですけども、大衆ケアのため一日に数回シャワーを浴びる暇人フリー女子アナ川口ゆかゆり29歳が世の男性にまで同様な大衆ケアを求め大炎上、事務所との契約をすぐに切られた事件の続報、 YouTube のリハックという他人のチャンネルに出演しお気持ち表明、現場労働の仕事の方だったり、具体的には建設業の方々に傷つけてしまった汗をかく仕事の方よりも普通に働いていて、汗のケアをしていないだったり、エチケットを頑張りましょうねという話だった。土型は臭くてもいいが、土型じゃないやつは臭くちゃダメだと聞こえてさらに大炎上しておりました。世論です。現場労働建設業の連中は臭くて神奈川なんて追加で言ってるぞ。ここで突然土方差別をぶっ込む。キラキラ女子が突然肉体労働者を侮辱したように見えるが、建設業者やっぱり俺たちのことだったのかよ。自業自得だろクソババア。ナチュラルに肉体労働を差別してるよな。復帰したいと言っても臭いんだよって罵倒した男だらけの現場に戻れんの？一生言われ続けるから早めに別の道に行くことをお勧めします。落ち込んでこの1週間記憶がないだって、でも3、4日食べられずに2キロで、2日で6キロ痩せたっていうのは覚えてるんだって。6キロ痩せても20アゴを維持しててどんだけ太ってたんだよ、痩せれてよかったじゃん。情け容赦ないコメントが、溢れておりました。仕事も全部キャンセルになり収入の当てがない、被害者ぶってますけど肉体労働者は臭くてもしゃあないが、そうでもない男はケアしろ、謝罪申し訳ありませんと来たもんで、被害者ぶってこういうことを言う、ナチュラルに全く自覚なく肉体労働者を見下してるよねこの人ね。なんなのこの人、アナウンサーなんだから言葉で失敗しても全く同情できないですよ。言葉の使い方人より敏感じゃないといけないでしょ、アナウンサーなんだからさ。人格的に問題があるんだこの人はな。東京新聞社説、岸田総理は民主主義の危機克服を掲げたが裏金事件で指導力を発揮できず、民主主義を再生できぬまま3年で巻き引きとなった。東京新聞が言う民主主義って一体何なんだと話題になっておりました。世論です。東京新聞の言う民主主義とは、民主集中制じゃねえ、共産党が掲げてるんですよ民主集中制って。これは独裁のことなんですけど、自分らに都合悪い主義は民主主義ではないのだ。ふわっとしたこと言いやがって、ちょっと何言ってか分かんない。希望に満ちた民主党政権のことが、東京新聞に異論を唱える者は民主主義者じゃないそうだ。どう民主主義が毀損されたかわからないが、別に知りたくもないって感じ。国民投票によって押し付け憲法を改正できた時に我が国は民主主義を達成できたと言えるなと。パヨの言ってることを突き詰めると、みんなね、みんなみんなみんなパヨは俺が正しい、俺が従いって言ってます。みんなこれつまり東京新聞が批判されない社会こそですね、民主主義がなされた社会と言いたいんだな。まあバカな幼稚なだけなんですけどね。東京新聞が設定している民主主義が破壊された状態っていうのが今だそうなんですけれども、安倍総理が行った韓国の貿易優遇をなくしたりスワップしないことを指すようであります。まあ安倍総理の、業績がすなわち民主主義の破壊なんだって。で今の状態は東京新聞によれば、安倍政権に民
主主義が破壊された状態であると、パヨレンタイ以外は誰もそんなこと思ってないですけどね、誰もそんなこと思ってないですけどね、東京新聞のあのパヨレンタイだけじゃないの。今日の単身です。函館新聞記者小林翔吾40歳、外から屋内にいた女性の下着姿を盗撮し逮捕、函館市内の自宅で下着姿になっていた10代女性を自分のスマホで撮影、通行人が誰かが家を覗いている、誰かの家を覗いている男がいる、通報し警察が駆けつけるが小林は逃亡、警察官が尾行し家を突き止め逮捕、自分の性的欲求を満たす目的だったと言ってるみたいですけど、ある意味堂々としてて正直すぎますね堂々としてんなぁ。 NHK 関係者は民間企業の50倍の割合で逮捕者出してるし、まあ地方の新聞の記者なんてこんなレベルなのかな。撮影するまで1時間窓に張り付いてたんだって。そんだけ長時間窓の外に入れるって誰も通んないようなとこなんすかね。まああの家の中で下着姿でいる10代女性、暑いですからね最近ね。まあしゃあないよ、自分家なんだからどんな格好でいたって自由だよ。にしてもね、あの1時間頑張るなんて異常な執念だな、記者だったらあの高級もらってるはずだし、風俗でも利用すりゃいいのに盗撮にこだわる病気ですかね。いくらお金があっても、パートナーがいても盗撮はしたいんだって。そういう病気の人はなんか摂取症とかそんな名前ついてましたけど、ペンシルバニア大が研究発表、1日の自由時間なんですけれども2時間までは幸福度と比例、つまり自由時間が増えれば増えるほど幸福度は上がっていく、2時間から5時間で幸福度横ばい、2時間の自由時間の人と5時間の自由時間の人とあんまり幸福度も変わらない、5時間を超えると負の比例、つまりあの5時間6時間7時間っていくにつれて下がっていく、だそうであります。生活保護の人は1日中自由時間だろうけど幸福度が高いとは思えないもんね、定年退職でがっくり老け込む人もいるし、暇すぎて、ボケちゃう人もいるな、定年後の家庭菜園に憧れる人が多いのは暇すぎや嫌ってなんとなくあの本能的に分かってからですかね。そういえばあの自由時間って誰からも必要とされていない時間ですもんね。人はあの社会的動物ですから誰からも必要とされてないっていう事実は辛い、ということで、というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。